能登空港、能登空港、能登空港は石川県の能登半島北部にある地方管理空港。愛称は、能登里山空港。また、空港ターミナルビルや駐車場などの施設を共用している道の駅能登、里山空港についても本校で述べる。輪島市、穴水町、能登町にまたがる木原武志周辺に2003年7月7日に開港。 滑走路長は2000メートルで、エプロン、中機場は、小型ジェット機、プロペラ機、各2機が、同時駐機できる。2006年、平成18年10月23日には、国際チャーター便専用の搭乗ブリッジが完成した。空港の東隣に寄宿舎を備えた日本、航空学園和島港、日本航空高等学校石川、日本航空大学校が開港同年に、 解説されている。計画段階では、東京、羽田、名古屋、小牧、大阪、伊丹の3路線を見込んでいたが、定期便として就航するのは全日本空輸。当初は、エアー日本による、東京国際空港線のみ、自治体による、搭乗率保証制度、工術を前提とした1日に往復運航。 NH747、NH748、NH749、NH750 NH となっている。この他にチャーター便がしばしば発着する。同じ能登半島にある温泉旅館、香谷屋が台湾からの遊客ツアーに利用しているほか、富士ドリームエアラインズなどの国内チャーター便が利用するとがある。年間利用客数は開港15年目。 2017年7月7日から2018年7月6日の石川県集計、速報値で16万2684人。4年連続の増加で過去最多だった。旅客機の他に日本海で任務に就く海上保安庁の航空機も利用する。開港前、1日1往復の運航で利用者数を見極めたい全日本空輸 ANA に対し、 当初より1日に往復の運行を行い、利便性などを高めたい、石川県及び地元自治体側との間において意見の相違があった。そこで年間平均登場率が70%未満の場合は、県と地元自治体が航空会社に2億円までの損失補填を行う全国初の登場率保障制度を導入した。この制度ではあらかじめ定めた 登場率に満たない場合、自治体速が補填することだけではなく、逆に定めた登場率以上が得られた場合は地元に、金銭、販売促進協力金にて還元することも、盛りまれていることが特徴である。この制度は、使用機材の変更などによって、年ごとに、条件、目標登場率を変更しつつ継続している。還元額は、2年目からは、上限2億円としている。また、 開港3年目からは、目標登場率前後に、特別枠が設けられ、枠内の登場率であれば、登場率の過不足に関わらず双方それぞれの支払いを行わないものとした。この制度は、モデルケースとして、地方空港活性化の今後のあり方の一つを示したとされ、成功例として、全国各地より、視察や問い合わせなどが相次いでいるとされる。 能登空港では、利用促進を図る目的として、地域住民を呼び、観光客向けの助成金の制度がある。金沢市北の在住者、原則として住民票登録者を対象とした、助成制度を設けている。自治体によって内容が異なるが、輪島市のように運賃を補助したり、七尾市のように商品券を交付するなどの例がある。鈴市、能登町、町では、 観光客向けの女性制度を設けている。能登空港を利用かつ、珠洲市など西一町が指定する宿泊施設を利用した場合、宿泊料金が割引となる。珠洲市、穴水町については、レンタカー料金に対する助成もある。4階建て。日本初の試みとして、空港ターミナルビルに行政機関の庁舎が複合されており、地方行政機関。 石川県奥野都総合事務所、奥野都農林総合事務所、奥野都土木総合事務所分室、奥野都教育事務所、奥野都広域県事務組合事務局、奥野都行政センターと障害学習センター、会議室がある。交通にとどまらない奥野都地域の広域行政の拠点と位置づけられている。また、道の駅、野都空港として登録を行い、野都地域の観光情報拠点としている。 1>, 1階が航空会社のカウンターと売店、レンタカーの受付、のとの旅情報センター。2階が待合室、搭乗口と土産物売り場。3階が見学者デッキとレストランになっている。レストランは16時までの営業である。なお、午前中の早い時間は飲料のみの提供となっている。道の駅のと里山空港は、 2003年8月8日に、能登空港の旅客施設全体を石川県道303号柏木穴水線にある道の駅として開け駅した。空港の道の駅の登録は全国初で、開駅当初は道の駅能登空港の名称であった。昼間はターミナルビル内の売店、レストラン、自動販売機、トイレなどを利用できる。レストランは16時まで。 夜間はターミナルビルが閉鎖されるが、第二駐車場のトイレ、自販機を利用できる。道の駅を空港の旅客施設と同一施設として運営しているのは、道の駅大館の城空港、秋田県北秋田市と当駅のみである。国土交通省、空港管理状況調書によると、能登空港の乗降客数は以下の通りとなっている。いずれも、 北鉄奥のとバスによる運行。各社共同のカウンターが設置されており、トヨタレンタカー、日産レンタカー、日本レンタカーが利用できる。自動車専用道路は、穴水道路、農越自動車道のと、里山空港 IC が最寄りである。道 IC からの都空港までは、石川県道303号柏木穴水線を経由する。ここで経由する自動車専用道路、 のと里山街道、農越自動車道はすべて無料で通行することができる。和倉温泉や和島、鈴など、白衣郡以北ののと半島各地とのと空港を結ぶ乗り合いタクシー、ふるさとタクシーがある。なお、乗り合いタクシーの利用は、前日の午前中までに予約が必要である。観光客を歓迎するための太鼓演奏が、2006年12月より、 毎週日曜日に行われている。また、開校前の2002年8月24日には、敷地内でモーニング娘。のコンサートが開催された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。